はいどうもりょういちです。それでは 7days to die やっていきたいと思います。70日目の朝になりましたね。とりあえずね、あの、報道ね、来るからね、70日目の報道が来るから、それの準備をね、しに行きましょう。今回迎え撃つね、ためのね、砂漠の街に向かいましょう。とりあえず荷物はね、えー、武器とか持ったから、よし、弾とかも一応ね、エクスプローシブの弾とか持ったから、よし、とりあえずもう向かおう。時間もないからね、 おありましたね、学校。よし。学校、どんな感じだったかな結構改築した方がいいかもしれないな。ぶっ壊したりして、ね、壁とかぶっ壊して、いい感じに戦えるようにしたいよね。犬がいる。犬と虎かカれ。あれ、トラか。トラはちょっと邪魔だな。よし。 まずは、あれかな、スリーパーがいるだろうからな。スリーパーを始末していかないと。この学校、はい、ボールない。まあ、しかも走ってんのかよ入ったことなかったのか。まだ未探索だった。未探索学校。あ,あ、しかも、あれか。こっちのタイプか。いい方の学校じゃないか。でかい方のやつだな。 あこれはちょっといいね。戦いやすいかもしれない。うん。とりあえず邪魔な奴らを始末していくか。よし。クリアリングが大事だ。いや、でも広いからな。クリアリングしてたら多分ね、日が暮れちゃうんだよな。探索もしてられないから。とりあえず適当にやっていこう。うわ、走ってる奴結構いるな。うわ、びっくりした。 面倒だな。あまりマーチェで使いたくないしな。とりあえず、倒せるやつを適当に倒していくか。よし。OK、OK。あまり時間がないから、ちゃちゃっと、まあ。この辺の障害物は置いとくとして、まあ、スリーパーも邪魔なやつだけ、 消していけばいいけばからなまあでも戦闘中に襲われたら嫌だけどな2階のやつとかはクリアリングしとかないとな1階はまあどうでもいいや1階なんて壊れてねしまうからうん別にいいか柱は立てといた方がいいかもしれないな柱これ何でできてんだこれああ弱え弱えなこれやばいな柱やばいなこれ柱はちょっと強化しといた方がいいかもしれない 木か。ただの木だな。こんなん一瞬で崩れ落ちちゃうな。これも全部木か。ちょっと耐久性に何ありだな。どうしようかな。大丈夫かな。まあでも行,あ行くしかないか。もう迷ってる時間もないしな。まあそのためにコンクリを持ってきたから。とりあえず強化していこう。柱だな。柱を追加するか。とりあえず。よし。 柱を補強していこうまずは。まあ何の役にも立たないかもしれないけどな、こんな柱。どの道コンクリでもね、結局はあまり役には立たない。まあでも、ないよりは絶対マシだから。こんな木だったら、木の一本の、ね、やつなんて一瞬で破壊されるだろうしな、自爆、それこそ巨人が自爆したらもう全部持っていくかもしれないな、これ。周りのやつを。 全部ね、ぶっ壊すかもしれん。ここだけ硬いんだな。ここはコンクリートでできてんのか。とりあえず階段部分をぶっ壊しといて、犬かよ。とりあえず階段ぶっ壊しといて、上がれないようにしておこう。よし。まあ一応3階とか屋上もあるけど、そうだな。まあ3階はないのか。屋上だけか。屋上は使わなくてもいいかな。屋上で戦ってもいいけどね。 屋上に上げないといけないからね、敵を。よし。とりあえず階段をぶっ壊しておけば。大丈夫かな。結構簡単に、でも、この辺壊れたら登ってきそうだな。もう一段壊しとく。いや、もう一段壊したら俺が登れなくなっちゃうしな。この辺壊しとくか。この辺壊しても結局登れるようになっちゃうか。 どの道この辺壊れたら登ってくるか。ここ壊れるだけで登れるか。余計に。面倒だな。結局仕方ねえか。まあちょっとぐらいはでも、登らせてやってもいいか。そんなすぐには登ってこ来ないだろう。多分。まあその時考えよう。登ってきたらその時考えよう。臨機応変に対応していこう。こういうね、即席の、本当に迎撃拠点はもう、 その場その場の対応が重要になってくるわけだどっちか階段封鎖してもいいけどな下で戦うってことは俺はそうそうないだろうから階段封鎖するか両側から来られるようになってもあれだしな嫌だしなこっちの階段後ろ側の階段壊そうなくそうよしこれで OK とりあえず階段は OKOK、OK OK ま、こっちももう完全に登れなくしてもいいけどな。本当に、わらわら登って来られたら厄介かもしれないけど。ま、あでも大丈夫かな。おびっくりした。犬だ。どっか壊してんだ、スリーパーが。あれもそうか。あれもスリーパーか。いるいる。子供ゾンビが多いね。やっぱ学校だからかな。小学校では多分ないと思うけど、この学校は。壊すなって、お前ら。 始まる前に壊すんじゃないよ。走ってる、走ってる。フェラルカもやっぱ多いな。こう、割と出るもんね。あのー、ライブラリーとかあるから、割と強いのね、たまに出るとこだよね。だから、危険は危険だな。よし、あと、ここの水なんていらねえから、ここにでっかい柱を立てよう。この埋め立てろ。邪魔だぞ、お前。どっか行かないと始末することになるぞ。 よし、上がってった。よし。ここもう埋め立てよ。こんなところ残しててもしゃあないから。よし。ここでっかい柱にしようかな。もうここをめっちゃでかい柱にするか。そうだな。ここをもうこれ全部の柱にしよう。ここぐらいはもう頑丈につくとこう、他もボロボロだから木だから。一瞬で壊れちそうだから。正直。まあコンクリンも一瞬で壊れるけどね。 まあでも、木よりかはね、持つさ。あの、コンクリだった東ビルがあれで、あれだけね、あの、ぶっ壊されたんだから、木だったら、やばいんじゃない木のこの学校なんて。木造だったらやばいかもしれない。溶けてなくなるかもしれない。一瞬で、朝まで持つかな。それは心配だ。ここだけでも。ここだけでも、ちょっとは、マシにしておこう。よし。かなり4、4×4 のコンクリの、 あれだったらまだマシじゃないまだマシだろうさすがにまあ集中攻撃を食らったら溶けてなくなるかもしんないけど群がったらなあやばいだろうけどなよし OK 上まで来たじゃあここつなぐかもうここは普通に繋いでしまおうアイアンバーズとか持ってきてもよかったかもしんないなあまあいいか 4×4 じゃねえなこれ 4×5 だな 横5かいや、4だな。4か。4×4 か。よし。やっぱ、高さがあと低いのがどうなるかだよね。これ2階。2階の高さがね、東ビルとかと違って低いからな。それが、ちょっと心配ではあるね。よし。骨折はしない高さだよな、きっと。1、2、3、4、5マスだからね。骨折はしない高さではある。けども、だから降りれるっちゃ降りれるけど。 逆に怖いね。一瞬で壊れてなくなるかもしんない。本当に。なんだノラホードっぽい感じのやつが来てるっぽい。ノラホードっぽいな、なんか。あれおいおいおいお前ら、お前らやめろ。やめろ。うお、巨人いるし、巨人。おいちょ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 しょ,しょ,しょ,しょ危ない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 な。なんだよ、お前ら。お前らやめろって始まる前にボコボコにするんじゃねえよ。ちょっと待ってよ。 ちょっとでも、残さないといけないんだから、お前らやめろってマジで。なんだよ、お前ら。野良ほどこんな野良ード来んのかよ。巨人、巨人みたいのいるぞ。ね危ねくそ、マジかよ。多いなぁ。なんか変な奴ら来たなぁ。あ、巨人だ、あれ。男巨人。うお前もいる。お前もいる。危なぁ。やめろってマジで。巨人も来るんだ、野良ほどで。やべえな あ、ちょっと待って。巨人の背の高さやべえな、しかし。当たらねえ、あいつ頭当たらねえんだよな。クソもう待ち移します、正規か。こんなノラード初めてだな。だから違うタイプのノラードってあんまり来たことなかったね。今まで。いつもザコのノラードしかね、来てなかったからな。新鮮ではあるけど。 マジかよ。始まる前からボロボロだよ、これ。せめてなんかいいもん落とせ。よいしょ。よいしょ。オッケー。なんもない。いらねえし。巨人は。う何も持ってねえのかよ。お、マジかよ。最悪だ。 どうなってるうわあまあまだマシかうんなんだまだいんのかくそソお前らよくもこんなのもう下壊されるじゃん下から壊されちゃうじゃんくそ無駄に修理しないとやってくれやがったなボコボコにしやがってコンクリでもこのざまだからな やっぱ木だったら一瞬だろうな。よし。とりあえずは。こいつらでも結構あれだな。やっぱ引っかかる感じあるな。こっから入ってこなかったら引っかかってまたあれか。こう床が壊されることになるか。まあいいか。床下に入られた方が逆に守れることの方が多かったりするしね。床下は全部壁だから。壁の層に引っかかってくれればね。いいね。それはそれで。 よし、まあ。とりあえず、まあ、それは、それでいいとして。よし。あとは、どうしようかな。まあ、この辺も柱強化しとくか。この辺も柱を置いて。まあ、横に長いからね。学校はね。それをうまく利用したいよね。横に長い学校。だから、巧みにこの、 左右に左右に分断して敵をね散らせばなんとか持つんじゃないかなとは思うんだけど持ってほしいよねよしまたなんか来たぞお前誰だ次から次へと来るんじゃないよよしオッケーとりあえずオッケーかなあとはここもまっすぐつなごうかなあっちと コンクリもまだあるしな。柱でもいるか。つなぐには柱を立てないと。つなげないかな。うん、なんかつないで下を攻撃できるようにしたい。あ、そこをつなぐだけでもいいな。そうだな。横をつなぐか。この辺をつないでおこう。柱の部分。いや、でも落ちそうだな。すぐ落ちそうな。 部分だな、これ。床崩れただけで、おおっと、普通に落ちたし。もうすでに落ちたし。すでに落ちるの、これ。木だからか。木だから繋がらねえんだな、横も。これ不安だな、正直。マジか。ただでさえ荷重が、あれか、支えられない。あ、これで支えられないのあ、もうやべえな。これもうやべえぞ。これはだいぶ不安が残るな。 大丈夫か大丈夫じゃねえな、絶対。そうか。木だからか。木だから、全然つながらないんだな。せめてアップグレードするか。上をアップグレードちょっとして、コンクリに変えて、やった方がいいのかなな。鉄持ってきたか。鉄あったな。よし。本当に少ししか鉄がなかった。これぐらいしか強化できない。鉄もちょっと持ってくれよかったな。くそ。 これはかなり不安だぞ。一瞬で崩れ落ちるぞ。安心できないね。この床とかも。横の壁とかが壊れた瞬間壊れるし、柱が壊れた瞬間支えきれなくなって、木では支えきれなくなって落ちる可能性あるし。怖え。超怖え。かなり危ないな。今回の報道危なくなりそうだ。真ん中は本当に。 集中させないようにしよう。前半、最初だな。最初だけだな。真ん中はね。ここともつなぐか。こことつなげばまだ真下。ここの真ん中の柱が命だ。命の柱だから。こことつないでおけば多少は対決が上がるだろう。命の柱。こうちょっと突き出させておこうか。 突き出させておいて、下を狙う感じにするまあ、繋いでもいいか。繋ぐか、ここぐらいだったら繋いどこうか。まあ、でも敵上がってきたらあれだけど。いいか、繋がなくても。繋いだところで対決値はそこまで上がらない。うん。繋がらなくてもいいや。敵が登ってきたら逆にね、入ってくるから、危険っちゃ危険だし。まあ、こっち繋いであるけど。まあ、いいや。とりあえずは。 こんな感じか。こっちもだな。こっちは逆にもう伸ばすだけにしようかな。ここを伸ばすだけ。横繋いでもあんま変わらんからな。でも高さがな。結構下攻撃されそうだな。ここを壊しとくか。この周りいらないかな。この周りなくていいか。ここももう全部柱にしたらさすがにちょっとごついか。ごつい気がするし。 あれなんか巨人いるしおい、巨人も湧いたぞ。普通に巨人湧くんじゃねえよ。やめろよ。お前ら、報道中に目覚めるなよ。本当に。スリーパーの巨人。出てきたら厄介だからな、ね。厄介なこと、本当に、この上ない。二階で巨人とか出てきたら本当に終わりで。なんかいっぱい来るな。本当に今日は。賑やかだぜ。 なんかくれ。なんかくれ。おー、しばかりき。いつものしばかりき。ここは柱にしようかと思ったけどね。巨人が倒れこんだおかげでブロック置きなくなっちゃった。ここに、ここにブロック置きなくなっちゃったな。残念ながら、この巨人の死体なかなか消えないからな。ぶっ壊せないっぽいし。まあいいか。仕方ね。周りは壊すか。でも、一応、ここは壊しておこう。 よし、とりあえず周りは壊した。うん。こんなもんかな。俺にできることは他にないかな。何がある他に。まあ、柱を増やすか。柱を増やしまくるか。こうなりゃ。うん。まだマシかな。柱増やせば。変わるのか。いや、どうなんだろうな。柱増やしたところでだろうな。ちょっとでも、侵入を遮るために、何か、ブロックとかで、 時間稼ぎするか。あ、そうだ。ウッドスパイク持ってきたんだ、俺。ウッドスパイク思考ウッドスパイク置いとこう。これがある、今回は。ちょっとでも侵入をね、妨げよう。よし。どっから来るかわかんないけどね。適当にもうばらまいとこう。この辺の地面がえぐられるだろうから。この床下に全部ウッドスパイクを敷いてもいいよね。地面がえぐられることを想定して。 お前誰だよ起きたらびっくり、周りがトゲだらけだぜ。よし、上も置いといてやろう。上を置けないわ。上を置けた。よし。この辺も置いとくか。もうこの辺も置いとけ。とりあえず置いとこう。とりあえず置いとくっていうのは、どこで役に立つかわからんから。よし、500持ってきたから。適当に。 もう適当に時間ないし、整地してる余裕もないし。こっから入ってくるかなぁ。これ入ってこなかったらやばいなぁ。下を全部もうぶっ壊してきそうな気もするしなぁ。裏口も一応トゲ置いとくか。裏口危ないからな。よし、後ろはとりあえずこんな感じにしておこう。よし。あとは真ん中トゲ置くかなぁ。いやでもトゲ置くとあれだしなぁ。 あのー、結構、登って、ね、段差高くなっちゃうからな。でもまあ、この辺も置いといた方がいいっちゃ置いといた方がいいのかな。やっぱり、ちょっとでも、あった方が、あるのとはないのじゃあ、大違いかな。どうなんだろう。まあ、それも試さないとな。正直、効くのかどうか。それを試そう。棘が正直、どれぐらいの効果があるのか。これによっては、あの、闘技場に棘をね、置くか置かないか、あるからな。棘を置いておこう。とりあえず。 この辺に置いとけば多少は効果あるだろう。まあ、上、高くなってね、上まで攻撃できる。まあ、どの道低いからな。結局、攻撃できちゃうね多分ね。どの道2回低いから。OKOK、OK OK。置けるだけ置いとこう。よし。まあ、とりあえず、こんなもんかな。もう、俺の行動が制限されつつあるからな。危ないけど。 よし。もう夕方は近づいてきたな。あとは、あとはコンクリだな。さらにばらまいとくか。適当なところにばらまいとくのがいいんじゃないかな。2階そういえばどうなってんだ ?2 階。2階に上がってみよう。2階俺まだ何もあんまり見てないからな。2階に行って、2階の扉にあるとこ、スリーパー来られると厄介だからな。封鎖しよう。もういたわ。もう早速いたけど。 大丈夫かな先に始末しといた方がいいかね多少は始末しておこう。で、その後、残党が来たら嫌だから封鎖するか。誰かいますか誰もいません。最悪この屋上に逃げるルート、うわ、誰かいるぞ。屋上に逃げるルートをね、確保しておいた方がいいかな。いや、でも屋上に逃げたとてだな。結局あのようにね、 近づくだけかもしれないからな屋上は特にだとりあえずでもこのいてっやめろよクソお前誰だよくそお、まあ、あんまり知らないやつだなゴリラマッチョだっておおすげえダンベル持ってる封鎖だ 力も来そうだな。絶対来るよね。戦ってる最中、絶対これ上から来るよ。トイレとか。山ほどいるもん、ゾンビいつも。恐ろしいな。それが怖い。まあいいか。それは臨機応変に倒そう。そのための交えて回るわけだし。それはもう戦っていこう。本棚は本屋を封鎖しとこ本屋は封鎖だ。とりあえず。 よしまあ多分始まる前にいくつか起きてくるだろうけどねもうすでに起きてるからななんかいるちょっとでけえのお前かよまたお前かよゴリラじゃねえかまたゴリラかよくそ横の壁をせっかくコンクリー置いたのにこの壁を壊してきようってあっちもいるじゃんやはり起きてきたかやっぱソルジャーとかいるかくそなんかクレヨ攻めて あ,あミリタリーブーツか。よし。クいるな。やっぱここだけでもクリアリングしといた方がいいかな。まだ時間は多少あるしな。多いんだよね、ここ、本当に敵が。ちめちゃめちゃ多いんだよな。シャレならんぐらいいるから。こんなの全員走ってきたら、さすがに、ね、恐ろしいことになる。フォードを相手しながらね、こいつらを裁くのは結構危険だから。 よし、片付いたな。とりあえずは片付いた。おロケットのランチャーの弾。声はするんだけどな、他に。下かな。よし。いるなぁ、まだいるなーそう、ゾンビ同盟。やはり学校はちょっとでも、選択は誤ったかもしれない。コンクリート構造だと思ってたからなー元もともと。 まさかの木造だとは。そしてこれだけのスリーパーの数。厄介だぜ。とりあえず1階は放置でいいから。2階の,2階のクリアリングぐらいはちゃんと終わらせた方がいいか。ほら、いるもんな。やっぱトイレ。で2体ぐらいはいるしな、トイレ。夜だったら走ってくるし。 フォードの奴らに気を取られてね、気づけない可能性もあるし、こんな面倒な奴らが来られたらね、嫌だもんな。よし。とりあえずは OK か。2回だけでもクリアリングしておけば、だいぶ違うはずだ。いるね。本当に多いよね。学校とか。 敵が無駄に多いあとは反対のトイレかいないまた湧き直す可能性もあるからなしかしうお前びっくりしたなんでお前いるんだよびっくりしたなお前出るのびっくりするわよかった始末しといてとりあえず気づいてよかったんなら来たら嫌だよ やばい。あ、やばい。間に合わなかった。あ、吹き飛んだ。やべ。穴開いちゃって。くそー。マジかよ。すげえな。すげえことになってしまった。仕留めきれなかった。俺としたことが。当たらなかったぜ。まさかだな。戦う前にもうだいぶボコボコなんだけど。大丈夫かなこれ。やべえな、これや。これはやべえぞ。 ああ、これついでに有効に使おう、ここのスペースを。よし、ちょっとだけ開けとこう。下を狙えるようにしておこう。よし。いやー、恐ろしい。恐ろしいですねー、こりゃ。本当に。やばいな、命ないかもしれない。ん またまた警官あ、そうか。スリーパーか。倒し,し損なったから、スリーパーのやつは出るのか、しまった。クソ、あいつを仕留,めちゃ仕留めきらないと。もういいや。PS じゃなくて、確実に。危なはいはいはい,い、邪魔なんだよ。死んだか。確実に仕留めとこうく。クソったね本当に。やってくれやがったな、マジで。やべえわ。まあ、とりあえずもう。 あとはもう柱だな。柱を少しでも言いて強化していこう。よし。柱の補強はこれぐらいでいいだろう。とりあえずは。OK。もうこんなところにしとくか。あまりやってもね、あまり意味がないかもしれない。あとはトゲかな。適当にばらまくぐらいはするか。よし。トゲもね、結構ばらまきました。 これぐらいにしておくか時間も結構ね来てるしなよしとりあえず次の報道ねこれで乗り切りたいと思いますいや不安だなかなり不安な報道になりそうだなやばそうだけどまあなんとかなんとかね頑張るしかねとりあえず次回ね、えー、70日目の報道ですね果たしてどうなるのか無事に生き延びれるのか学校は跡形もなくねなくなってしまうのかわかんないけど楽しみだね というわけで、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。